4月5日、 清里殿は祝言の前に動乱の京で帰らぬ人となりました。清里殿がいない世界が信じられない。幼なじみだったあなたとの日々が昨日のように思い出される。 4月14日、 真実を知らされる。私はどうすればよいかわからない。身を委ねる以外ないのでしょうか。雨が降り続いている。清里殿の無念を晴らしたい。 私の預かり知らぬところで彼は死に、私の幸せは消え去りました。目の前にあった幸せをつなぎ止めることはできませんでした。あの時すがってでも止めていれば、そう思えば思うほど 誰かを憎まないと気が狂ってしまいそうで、あの人を殺す策略に身を委ねました。そんな女をあなたは守ると。 今日を離れ、あの人と共に暮らすことになった。いつからあの人がこんなに大切な人になってしまったのか。相変わらず慣れないようだけれど、楽しそうに野良仕事をしている。あの人の顔立ちが穏やかになっていくことを 嬉しく思う。12月26日、雨は雪になった。冬の到来を感じる。あの人は私の幸せを奪った人、 殺したいほど憎んだ人なのに、このままではあの人を本当に愛してしまう。あの人はこれから先も人を斬る。けれどそのさらに先、 切った数より大勢の人を必ず守る。ここで決して死なせてはならない。私が必ず命に代えても守る。 私が愛した2人目のあなた。